全に全開してる。なんだこの椅子。ああ床が抜けてるね。まあ大将の病院って感じだな。診察券がある。うわすげえ。工事物の診察券、紙だったんすね、やっぱり最初。うん、でかい。知らすの大変。行きそうな、行けるこれ。何室かな、わかんない。手術室かな。なんかのファイルがあるね。なんとかしていけないかよ。うわっ、すごい薬品だらけだ。いや隣の部屋、薬品がすごい。また窓ガラスの向こう。近場近行ってみる。棚や本が完全に土に返ってる。すごい明治時代の技術書とか。ロシアはもちろんソビエトか。カルテとか。うわすごいこのテレビ見てこれ。
トヨタのカレンダーか、もしかして。あ、やっぱトヨタだ。栃木トヨタ。誰だ。え、カレンダーの、カレンダーで何か。いや、俺はちょっとわからない。でもカレンダーってことは絶対土地が入ってあるはずだけど、水滴何だか書いてない。35年って書いてあるもん。本当だ。あれ、あの花の。うん、だね。ずっとないよ。ずっと仲良し。あ、仲良し。こっから見るとそういう風に見えちゃう。ひびが割れてるな。危ない。できれば裏口が出たいとこだな。あとカメラのバッテリー残り4分。こっちはなんか延長室って感じ。こっちは大丈夫そうだな。
そういう意味で残り1分。